Hi everyone, we're back and we're playing more Yakuza Zero. All right, let's get right to it. Got it all set up. Let's continue. Turn my mic's on. Yeah, it is. Okay. Make sure I can see the chat. Not like anyone's gonna show up. I would be surprised if anyone showed up. But yeah, we were on our way to. We're finding the loan shark guy. Okay, that's what we'll do next. Doesn't look like we can explore the city yet. I tried to go into a karaoke bar and I couldn't. Just keep going. Looks like it's over here. Here, yep. Toko Credit. This is the loan shark's office. I don't know what they're up to. I'm going prepared. Let's just go in. Alright, I'm going in. Probably means there's a long fight scene coming up.道島組の桐生一馬だ。東国クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ。桐生さん、じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。 More upstairs. Oh, that was the end of the fight? I guess so.
信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな！わかった！全部話す！だから、ちょっと待ってくれ！俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は。あ。Oh, it's one of the three lieutenants. Yeah, it's Kuze. 兄貴。まさか。あんたが俺を。何の話だ。ねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。あ、殺に実施るように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かサンフラワー、ひまわりとかいう養護施設だ。 Is it the same sunflower in the later Yakuza's? 極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。
構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも、あんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。Yeah, I think Kiryu's orphanage was called the same thing, the one in Okinawa. Okay. X71-93-48. Who is it? Recognize the number. It's not his number. That's gotta be Nishiki calling. I'll find a phone and call him back. Pager message has me worried. Better find a payphone. Oh. I'm going the wrong way. Oh, they're really cutting me off from the rest of, the movie theater? 10,000 yen vending machine. Dream machine. もしもし、桐生だな。錦山だ。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやっさんの片腕だ。なるほどな。それより、お前の方はどうだったんだ？もう道島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。分かった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一つぼって聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。Better head to the Kazuma family office. Do we have a little more free room here? No. Wait, let me see if I can decipher that. The seven. No, wait. What you up to?
Ah, never mind. Trying to figure out Japanese. Yeah, it's gotta mean something that's the same thing as... It's on the other side of the street. Kenkaichi Alley. Nice curry, Prince. Pocket tissues. Yeah, if you've been to Japan, you know about the there are usually people passing out pocket tissues with, you know, whatever they're advertising. Kazuma family office. Shiki should be inside. Cutscene. Heyo, Kiryu. Hayakatta na. すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。あ、あの、どうなった？はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。 そっから先何があったか大方予想がつく。クゼの大敷あたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一坪で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。た それ、もっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな、桐生。とにかく、クゼと何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。 風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け、錦山。それより久世の話に出た殻の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、 まず今、神室町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ったるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえ たった一坪ばかりの更地があんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。
ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億、たった一坪の土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるためにキリュウをはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。キリュウは当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。キリュウが仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上、クゼが空の一坪手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが波紋。破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でもキリュウは実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃキリュウは無所にぶち込まれんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も空の一つぼも後回しだ。今とにかく俺はおやすさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。 Wait, he's willing to take the fall for Kazuma? More cutscene. 一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦。これから組の事務所に行く。
ざけんなって。お前、やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ、キリュウ。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか？ああ、キリュウ！ええ。たとえ風間のおやっさんが止めたとしても、俺は行きます。こんな。バカ野郎！許してください。柏木さん、錦、車頼む。長い間お世話になりました。Nishiki should be waiting with the car. Need to get to Showa Street. How is it? Drink it, please. Well, let's save first. クゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。少し俺はここで。 Can I shop? Is there a popo near here? What's the other one called? Like the M store?How about I eat? いらっしゃいませ。Don Quixote. いらっしゃいませ。
Mountain Dew. Okay, now we're good to go. Children. 大丈夫だ。行こう。分かった。乗れよ。And we're off. なんでだよ、おやつ。俺らの道は、俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは、別の話だ。今更善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら、俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。 キリュウ。 俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、片手風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって、俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は、 夢を見ることも許されねえってるか。なあ、今お前何考えてた。何も、ぼーっとしてただけだ。俺はよ、いつだったか、おやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。 俺たちがこの道に入る前の晩だったよな。確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱり、おめえにはかなわねえな、兄弟。 見慣れたはずの事務所が、今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は堂島組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。 桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか。 Wait, that Dojima guard. Ah. I wonder if that's Daigo. すまなかったな、錦。お前の名は言ってくれ。本当にやるんだな、桐生。
組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。Oh Lord, they're ready for me. Also, I think I saw Mine. Kumi を抜けてってことでいいんだな、キリュウ。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。あ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろ。と極道の世界甘くねえぞこら。キリ、今なら全部水に流してやろう。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうか。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田！はい。消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるって思うよ。うん。
てめえは組み抜けたんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ。Here we go。てめえ、兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きておらんとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い！All right, it's time.Of nails. Picking up the bat.
Yeah!
Oh, shit. Yeah, I messed that one up. I don't know how far back it's going. Okay, it goes back to the two, right? No, that was just me being stupid. Finishing moves aren't doing much.派手な短歌切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたら、プロモーターになりたいぐらいだ。クゼ。口が利かなくなる前に吐け。 殻の一つ分の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで 勘違いさせちまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリュウ。お前は
もうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。Daisaku Kuze. Let's see. Too easy so far. Probably gonna make himself unbeatable pretty soon. Yeah, we all know what's gonna happen next. Actually, this wouldn't be a bad time to do it. Oh, I like that. Too much. I can use health boost. Okay, that's enough spinning. Yeah. I've been waiting to do that. Ha!
Hey, I like the instant counters in brawler style. Who's that? Oh, it's what's Dojima? Oyashi. Dojima, Kumicho. Sohei Dojima. Taiman hatte tan janai no ga, kuze. Dojima no wakagashira hosa tomo aru mon ga. Mitto mo ne haji sarashi agaru. Owned. Kazama no utsuma ni wa hodo toi na. でも親父、その頭が拾ってきた鍵がこいつです。桐生和夫です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。 誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前。 肩書に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟、あわぬは。俺もはっきり聞きました。 さあ、兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。よく見とけや。
you did it. That's a lot of blood. うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つぼで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは、絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせえんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい。少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。 So he's still out, but they're still gonna go after Kazuma. てますか。
このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん。 Okay, that's creepy. Oh, I get a million yen for that. Climax, but battle's item opened. That the guy?食事、まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが、空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。橘さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理、本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過女という言葉を知ってますか？登場？登場過女、いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場果女でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんた一体。
あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢様です。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた。あんたの目的は何なんだ。今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。道島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば、風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば、風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする。あんたの本当の目的は何なんだ。俺の服を返してくれ、橘さん。私の申し入れを拒むと。あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか。ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では、私はこれで。I should let Nishiki know I'm not dead yet. Probably still at the Kazuma family office. Okay, let's go to Kazuma. Let's save first. We have not been a long time.Saved. I actually want to see if I can do some mini games. The M store. Yep.
らっしゃいませ。ありがとう。Let's see how much exploring we're able to do here. Oh, can we bat? Oh, let's give this a shot. Yeah, let's bat. いらっしゃいませ。See it, what the game mechanics are like here. Is this like Shinada on 5 or it's like, is it like all the others? Cut, 飛ばしてやるぜ。 All right, let's bat! One out! Ha! That's one.Yeah, let's try it again. So you have to aim it at the thing and then just have good timing. Play ball! Cut, 飛ばしてやるぜ。 Cut, 飛ばせ、キリ。 It's one.That's what batting is like. Too bad you can't have, you can't develop your batting skills like, Shinada. Let's have some fun around Kamurocho before we do the next thing. Akaushimaru. Oh, Gindeko! That's an actual restaurant. This guy again. What else is around here?
see if we can. Someone's trying to fight me. There. Yeah, let's take him on. Yeah, you don't get much on them. What's going on here? Yeah, let's help him out. Sega high-tech land. It's nothing like the Club Sega now. Modern times. You can play OutRun! Let's play OutRun. Accelerate is circle. Get ready. Are you gonna make it to the checkpoint? Thank you.
Let's see what else they got here. Please tell me you have Afterburner. Although, no, I think Afterburner came later. Now they have, like, space here, I think. Rockpool! Yeah, Theater Square is still there. Yeah, we can do some free roaming right now. It ain't a Yakuza game without some free roaming. Nudo! I just want to sing! I can hear the 8-bit music. There it is. Yeah, let's do some karaoke. Let's do that song that I didn't do last time. Sing this. Yosuke Hori. Sounds a lot like Machine Gun Kiss. Easy mode.
That Kazuma? Yeah. Was that Kazuma? No, it wasn't. That was, I think it might have been Kashiwagi backing him up. No, no. I did worse on that than I did on, Bakamitai. Okay. Obviously, I gotta come back in there with a date if I wanna... do, more karaoke. Can I go in here? Oh, Yakiniku! Pegasus. Oh no, that's Vegas. I think that's the host club that... No, it's not the host club, but... I think it's in this area that, eventually Akiyama owns it for. I kind of want to play around in the jungle. Oh. I'm gonna play Mahjong first. Now let's... いらっしゃいませ! I'm gonna sell that platinum plate. Here we go. Arigato. Nice. I'm not gaining much money though doing that.
Yeah, let's try this out. Maybe I shouldn't have done that. Seven, I think that's nine. Should I get rid of the north? Let's get rid of the north. Five. Seven. Yeah, let's call pawn on that. Pawn! Ricci. What? Someone's already on Ricci? What'd she have? That's seven pairs. Gonna... Alright, let's try again. どっかへ旅したいわ。
called Chi on that. No, it's not. These are not good. Richi. Already, Richi? 強気に出たわね。ドキドキしてきた。強気に出たわね。Yeah, it's called Chi on that. Come on, I need a south. Oh. Okay. All right, let's draw again. Four winds, a white, green, red are the dragons. Okay. There's two of three dragons. Honestly, most of what... there are a few points of references I have for Mahjong. One of them is Light Chi from Blaze Blue. All of her moves are Mahjong hands. It's a nine. I can't read that stylized. Yeah.
couldn't I have picked that dragon? Nichi already? Oh, of course. My horrible luck. Yeah, let's call Chow on that. Gee. I have a bunch of odd ones, but not even. These are... The sevens are useless to me now. Six, seven, eight. Oh, I've got 6, 7, 8. Okay. Work with that. 3, 3, 4, 7. Four, five. We got 6, 7, 8. Yeah. Two pawns already? Threes out there. No. Seven. 4, 6, 7. Try to make something out of that. Yeah, let's call pawn on that. Gee.
7, 9, 3, 6, 7. I only have one strategy here. Cover anything. Are there other nines out there? Yeah, there's one. Okay, that's useless to me. Not really worth it for me. Yeah, let's call Chi on that. Chi. Iitsumo ga kuru janai. Two nines. Two twos. Let's call pawn on that. Whoa. Watch me get all the wins. Six, eight, three. None of these really help me out. Oh, there. Now we got something.
Where's that peacock tile again? That's not one of the dragons. Okay, what do we got? 889331 88. Let's call pawn on that. Whoa. Yep. I only have one dragon. I think that's a 5 and a 6. I wonder if that peacock on. A peacock a 1? A bamboo. Yeah, it's a 1 of bamboo. Okay. Let's get rid of it. Should we call Chi on that? I think we should. Chi. Did I get rid of my dragon for that? No, I need different ways to win. Maybe I can get rid of a wind. Yeah, pawn! Boom. Oh, yeah! If I can get that third dragon, which is a red. One of bamboo. Oh, there! Can I declare Rom there? Thank you.
強気に出たわね。Oh, that was a bad move by me. 5. Oh no! Long. いい度胸してんな。I think I'm out of. Yeah, I am. So much good stuff I can. Yeah, I don't have any. No. So I got 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 4, 5, 6. Oh. Chief. Oh, who's that? Oh, hey! Thank you for following. We were just playing some Mahjong and doing pretty badly at it. How many 9s do we got? There's what, 1 left on the field, I think? Yep. Whoa.
Ouch! Let's try again. Why the heck not? It's only 25,000. No. Let's just start. I should have called Khan on that. Ooh, we got three dragons to start off. Alright, see, that wind is useless to me. 2, 3, 4, 7, 8. Ooh, 4, 5, 6! 4, 5, 6. Three dragons. 1, 2, 3. 4. Let me get rid of these. Seven, eight. Oh, sure. するんじゃねえよ。4, 5, 6, 7. Two, three, four, five. One. Gee. Five, six, seven. Three dragons. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so what do I do here? Can I get rid of this? Beach. One. この調子で攻めてあげる。いい度胸してんな。9, 8, 9. I can get rid of this 4. Ooh.
probably get rid of the dragon too. Ooh, I'm hoarding those. Pretty sure I can get rid of the winds as well. 5, 7, 8, 9. Yeah, 4, 5, 6. And get rid of this 8. One. Yeah, I can get rid of the dragon, I think. Maybe I can get rid of this 5. Four, five, six. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Get rid of the dragon, maybe? Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 5. Okay. So I can get either the 2 or the 5 to finish the game. Yep, on it! Boom. Yokini deta wa ne. 4, 5, 6, 7, 8. It's called Chiana. Chi. Clearly there's something I should have called. Off of that. Gee. Okay. I think I called something wrong. I should have gotten the wrong there. 1, 2, 3, 7, 9. 3, 5, 7. Yeah, I got all odds there. Okay, so I have a couple of 8s I can use. I have a couple dragons. いつもが来るじゃない. 3, 5. Chi. Okay.
retrieve. Impair. は無理よね。We got now 4, 5, 8, 9. Oh, we can pawn this right away. Oh. Pawn. Yeah, let's pull on that. Boom. Yeah, maybe I can jettison some stuff. On. Boom. Oh, I gained 1,000 from that. Okay. Now what do we got? 1, 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9. Easy point. Cheap. One. Oh. Jeez. Thank you.
チカン。この調子で攻めてあげる。ついてねえな。Dragon. Call Chi on this? 4, 5, 6, okay. Let's call Chi on it. Chi. Wakeru wake ni aikanai. Pulling that. Whoa. まったは無理よね。So 3, 4, 3, 4, 5, 1, 1, 7, 8, 9. Oh, those are terrible hands. Chief. Boom. 6, 7, 9.
on. Oh. Six. I think there's only one other six. Gomenne. I probably shouldn't have pawned that nine. Okay, one more time. This is how gambling addictions start! So we got that banked. Two white dragons. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Okay. Am I safe getting rid of that east? Yeah, I think I am. Ichi already. Maru mie ya na. I still got, oh no, 2,000. I lose 2,000 off of that. Anyway. Nines. On. Boom. Damn, dragon triplets and I have the four wins. But thank you.
We've got all three dragons. I think I can do anything with that, though. I can get rid of white without any fuss, though. Six. Hang on to that. Get rid of three. And get rid of red. Have the four wins! Someone already get rid of two. Oh! Oh my god, I'm so bad at this. Got almost all bamboo. Call Chi on that. 1, 2, 3 or 2, 3, 4? Go 2, 3, 4. Chi. Nichi! Nichi already? Doki shite kita. Let's see that. 7. 6, 7, 8, okay. Yeah, this is the authentic Yakuza experience. Yeah, there's a main story, but who the heck cares when you can play Mahjong all night? Useless. Okay, I guess we play to a draw. I still lost points on that? Anyway. Six, seven, eight.
Not west. Let's call Chi on that. Chi. Chi on two. We might as well. Chi. Call pawn on that. Whoa. Got inside straight for the win here. Ew. Okay, the wind is blowing. Oh, no, wait. We got a 3, 4, 6. That's one. I'm not calling Chi on that. Got a much bigger prize I want. 4, 5, 6. Let's get rid of north. Oh! Oh, pond! 6. Maybe 6 of. Nee! Ichi already? Oh, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. What can we do here? Let's try to get. I didn't pay for the north. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, I got it! Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Need that. Oh, I could have used it. どっかへ旅したいわ。
2, 3, 4, 5, 6, 7. このままじゃ当たっちゃうかも。あー、やってもた。Three, four, five, six, seven, eight, nine. Chi. Now let's bank that chi. Hong. That was stupid of me. Actually came out positive in that one. Or not. I'm gonna keep trying until I actually win a hand. Hey, it actually got me a follower, so let's see, it's not working. しませてもらおうかな。胸を貸してあげるわ。
誰かボケろや。ああ、やってもうた。Useless. One. Home on the nine. Ichi. Ichi already? 強気に出たわね。けるわけにはいかない。Yeah. G. Now. It's not east. 今晩どうしようかな。ああ。Oh. Nine.来るじゃない。負けるわけにはいかない。負けるわけにはいかない。I got the same thing over again. Same dilemma. One. You got a double pawn. Oh. That's called pawn on that. Boom. もう実力のうちってな。2, 3, 4.
Yeah, I think I'm safe laying down at the Green Dragon. Three, four, five. That's called chi on that. Chi. Chi. So connection. いいツモが来るじゃない。自分らとはここが違うね。Ouch. Okay.Not a good hand. Konban, どうしようかな? Yeah, I can afford to lay down a white dragon.Oh, yes! Oh, if we could pull this off. Yeah, I'm safe. Okay, what am I doing wrong? Okay. I did win. It wasn't a run, but I won. Thank you.
Whoa. けにはいかない。 Dragon South. Still don't get that. Three, 5, 7. It's another 5. I could try to play for a pawn. Ooh. Two or five. A. G. I'm sure I get another 8. Dragons are fine. Red dragon. Oh yeah, he's already dropped 2. Okay, good. Yeah, let's pawn. Whoa. Pawn. Whoa. Pawn. Whoa. I get. Oh, I got the 2 4s. Okay. Hey, yo. Simples. Toy, toy. And... yeah. Finished 2nd in that round. Yeah, let's play again. Thank you.
そう。I basically just need one of my pawns to pay off. Sorry. What are you selling? I got a wind and I got a dragon out of that. Yakuhai. Green dragon. Okay, I got a couple white dragons off of that. Chief. 6, 7, 8, F6. G. 4, 5, 6. All right. Chief. Oh no. Boom.
On. Oh. See, north? I think I'm safe. But maybe I should hang on to it. Six, I think, is safe. Hold! Hung! None of these are good. Oh, she got a sumo at the end. Just lose your Sachi, wasn't it? Ouch! That's called con. Con. Yeah, baby. Oh, sure. どっかへ旅したいわ。 Sixes are out there. At least this way I can hedge my bets. Hmm.
オン。Got my sumo. このまま行くぞ。That's it for Mahjong. That is it for Mahjong. I played way too much of Mahjong here. Now let's, hold on, first let's save, and then we'll actually move on with the story before we close the stream. いらっしゃいませ。We get a pan over like this all the time. We go, ooh, someone's up there. Okay. Kashiwaki-san. Kiryu! Nishiki. Omae, daijoubu datta no ka? Oi, maji ka yo, yoku korosare nakatta na. Nanko. Daga kore de 俺はきっちり堂島組を破門になったそうかそれじゃあおやっさんももう大丈夫ってことかおやっさんのことはまだだ俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいるなんでだよお前がもう組を抜けたってのにかああただそれでも一歩前進だ堂島のダイモンが外れた以上こっから好きにやらせてもらうクゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやるそうだな分かったそれじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと行こうぜいや俺は登場会から破門された人間だ
もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。おい何言ってんだよ水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ錦。きっちり筋は通す。筋ってお前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから詳しい話はそこで聞かせてくれ。わかった。じゃあ後でな。I actually get to go to Kiryu's home. Hello! Hey, you. This big guy. Your problem? Yeah, you seem to think you just walked by me without a word. Do I know you? In your turf. Should I have to tell you anything? I'm here to chat. You don't want to get hurt. Leave all the cash you've got and get lost. This is a shakedown? Your target's better. I don't have a single yen for chumps like you. Then I guess we'll do this the hard way. You're insured. Crap! She's right, training regimen. Time to bump the intensity. It's going to be expensive. I want to save up that kind of money. That's what shaking down to do. I lost that fight! You came in? Yeah. Just had the misfortune of meeting Hiroya Egashira. Mr. Shakedown, they call him. Mr. Shakedown? Now go after anybody that crosses the path, and then he takes everything they've got. Seems like he can hold your own in a fight. That guy's on a whole different level. He sets his sight on you, you run for it. Definitely more than your average tough guy could handle. Still, if somebody would come along and beat all that stolen money out of him, though. Did he get you, too? Damn right he did. Took my whole holiday bonus. Knew I should have made a beeline to the bank with it. You be careful, too, next time you're sitting on a stack of cash. Oh, and rumor has it Egashita is not the only Mr. Shakedown. They aren't just Akamarocho things. Stay sharp if you ever go out of town. It's your shakedown, huh? Insanely tough. Haven't seen the last of him. I probably haven't seen the last of him. I asked for it. Spot him in the street. The safest tactic is to run away before he can rope you into fighting. If you can beat Mr. Shakedown, he'll reclaim all the money he's stolen from you. Your dad is carrying various at different times. If you take him down when he's especially flush with cash, you make back more than what you've lost. Just head home tonight. Okay, so that was Mr. Shakedown. More pocket tissues! Take him on.
Hey, you want, got a problem? Yeah, let's... Yakuza fighting again. Oh god, these guys! Hooligan. Thanks. Oi. Hey, you alright? Huh? Yeah. Here's a pump into some swaggering punk. Oi, oi. You're an old man. This isn't going to end well. You alright, or no? What's the big idea, yo? Sorry, watch where you step, shit for brains. You're not hurt or anything, are you? Asshole. Alright, if that's how you want to play this to play out... Nani? What? Eep! I'm so sorry! No! I mean, I'm in a rush, see? Please get lost, you punk-ass so-and-so! What just happened? Maharaja! No, I actually want to go there. Maharaja! いらっしゃいませ. Now,
Let's go. Let's do this! I want to take you home. さて、一挙決めてくるか。It's like me trying to dance in real life! I kinda wanna try that again. I think I understand the timing now. Cool に決めてやるぜ。Okay, that's cool.
there's anyone I can talk to upstairs. Oh, the VIP room! Actually, yeah, I could use some. Some refreshments. Maharaja. Yeah, let's call it a night. Feels like I haven't been home in forever. Way too much has happened in the last couple days. Kiryu! I'll go. Oh, Nishiki. Nishikiyama. Beer is not enough. I understand. I'm going to expect something else. Nishiki. What did you say to Kashiwagi? No, nothing. So. But after you came back and came back, you ate a lot of ramen again. それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか。あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ。だがまだこれからだ。若頭補佐の三人のうちの誰かが空の一壺を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。
それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サツに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を空の一壺におびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか？あ？立花不動産？組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、またギリュウ。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら、殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ？立花不動産は、町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃない。俺も聞きかじりだけどよ。一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ東上界のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立花不動産は札付きだ。東上界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べるのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わりだ、キリュウ。組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。Maybe Nishiki's right and I should accept Tachibana's offer. But I need more to go on before I can trust him. Should hit the town to see what I can find out about him. Alright. We're actually going to end the chapter here, so let's find a place to save. Yes, let's go to Kamurocho.
Okay, let's save. Alright, and that is it for this part of the playthrough for Yakuza 0. I will see you next time. I think it's tomorrow, but who knows. Yeah, thank you for watching. I know that was a lot of Mahjong, but yeah, that tends to happen when you play a Yakuza game. Thank you.